パガーアラムはインドネシアの南スマトラ州の都市である。市になる以前はラハット県に属していた。面積は633、66平方キロメートル。人口は146,973人パガー。アラムはバディサーン山脈のデンポ山のふもとにある。デンポ山は火山で南スマトラ州で最も高い。州都のパレンバンから南西に九十八キロメートル。 ラハットから南西に6 0トルの位置にある。パガーアラムは南に、ブンクル州、北に、ジャライ地区、東に、コタアグーン地区、西に、単純ン,ンサクティ地区に接する。パレンバンには、パガーアラム産の野菜が多く流通している。高地にあるパガーアラムは、他の南スマトラ州の都市よりも少し涼しい。さらに、風光明媚なことから、南スマトラ州の代表的な観光地として、 地元住民やパレンバン市民から愛されている。現在、市長は、イダフトリアティ、副市長は、ノビーザード・ジャズリーが務めている。パガーアラムの土のほとんどは、コードと黒ぼく土で、地勢は、デコボコで、丘良性である。栄養の多い土と分類される。2000年には、パガーアラムは、の人口は11万2025人だったが、2010年には12万6035人に、 増加した。人口増加の理由の一つは移民である。土着のベサマー人の他に、ジャワ人やミナンカバウ人、バタック人、中国人、アラブ人、インド人が住んでいる。パガーアラムには南電波、中央電波、北電波、南、パガーアラム、北、パガーアラムの5つの区がある。アトゥンブンス空港は、パガーアラム唯一の空港である。 2013年2月28日に開業した。セクラティンギー・イルム・タービア・セクラティンギー・ケグルア・ンイルム・ペンジ時間・マハミジュア・ペガル・アラム・セクラ・ティンギー・イルム、エコノミ・レンバ・デンポ・ペガル・アラム・パガー・アラムは、潜在的観光地が多い。美しい風景だけでなく、巨石のある場所が多い。市政府は、北、パガアラムのクルプジャヘの26ヘクタールの竹林にまとまった。 観光地を作る予定である。パガーアラムの観光地には以下の場所がある。ありがとうございます。